俺の名前は戦場朝日。これでも一人前の冒険者だ。ファイリー！クローディオ森林の奥で入り口っぽいのが見つかったんす。そいつの調査が今回のクエストってわけか。でもなんでそんな場所が今になって見つかったの？人知を超えた力同士が激しくぶつかり合ったからっていう噂もあって。お願いされてくれますか？任せといて。俺一人の力でも、まあこの程度のクエストなら。今日のクエストはなんだ？お姉ちゃんを置いていくなんて水臭いぞ、朝日。なんだよ。記念に1個持って帰るか。呪いのアイテムかもしれないだろ。置け置け。ダンジョン探索はロマン、異世界ファンタジーの醍醐味なんだ。よくわからんが、朝日が楽しそうでお姉ちゃん何よりだよ。あ、待って、指示は俺が。またなんか押してる。何？なんだか急に冷えてきたな。あ、アンデッドだ。ダンジョンを守る冥府に送り返してやろう。ダメだ。ロープ。なんだよそれ。こんなところでいつもの特大魔法なんてぶっ放したらどうなるよ。どうなるって？ダンジョンは崩落、俺たち生き埋めになっちゃうじゃん。なしでもクッソ強え。あ、一応モンスター。おっ、かわいいな。帰ろう。前ね、このダンジョンは状態が不安定で崩落の危険性が高い。ようやく新鮮な空気が吸えるな。ドキドキの連続だったね。ドキドキだった。離れてよ。もしそこのお方。俺ですか？はい、あなた様です。よろしければ一緒に来ていただきたく。エスケープ。あら、どうかなさいました？俺と戦うつもりか？あなた様と。朝日も存外やるではないか。は、キルマリアか。タイプじゃろ。かわいいじゃろが。それにしても、なんでそんな変装してまで町に？人間たちの営みをこの目で見たくなったのじゃ。お主ら兄弟と出会って人間の暮らしというものに興味が湧いたのじゃ。ダメか？キルマリアなら大丈夫と思うし。意外と大きな建物もあるの。全部ぶっ壊して更地にしたくなるの。やめてって。これが橋というものか。見たことなかった？渡るのは初めてじゃ。人間は不便じゃの。不便じゃの。不便じゃの。マヤのことを考えておるの。また心を読む。喧嘩でもしたか？喧嘩ってほどじゃないけど。の、朝日。何？魔族にならぬか？マヤ姉を置いてはいけないよ。なんでじゃ？だって、マヤ姉は、いろいろあるけど。弱くて不便ね。面倒じゃ。あのダンジョンは解放しない方がいいと思うんだ。はあ、そうですか。なんか怒ってる？おい。別に、で。まったくお主は可愛いやつよな。怒ると腹がすく。どれ、飯でも食いに行かぬか？おお、よし、早速食うぞ。待って、乾杯しようよ。うまい。こっちもうまいよ。極上。ちょっとお会計は？お金ちゃんと払ってくれなきゃ。お金とはなんだ？無銭飲食する気か？なんじゃ？やるのか？待て！
の店主、実に不敬じゃ。このわらわに対価を要求するとはな、ね、俺の周りにいる姉キャラたちはどうしてこんなに破天荒なんだ。人間は本当に面倒で不便じゃ。君も隅に置けないね。デートだなんて照れますわ。乗るなよ。僕はジークフリート。その友達です。体調良くないようだな。僕は帰るよ。朝日の家で飲み直そうぞ。この姿を利用してマヤを驚かせてはみんか。どういうこと。はじめましてお姉さま。私朝日くんとお付き合いさせていただいてるマリアと申します。はいだ。気づいてたの。姿形を変えようと怪しい気配は消せはせん。逆にをいきなり本気でぶったたくやつがあるか。やる気か。上等だ。お姉ちゃんは朝日のためにご飯を作って待ってたというのに。さ、食おうぞ。お前に食わせる飯はない。やだやだ、また人間の食事を楽しみたかった。だだっこか、お前は。どれどれ。